3、2、1。さあ、行くぞ。今回はチャンネルをポージングことやったー。イエス、皆さんこちらリオダイとマスクとシゲシゲと花火とゲストだったー。前回はね、ドッキリでやりましたけど、今回ガチガチ勝負、はい、ガチ勝負。もう正解したら1ポイント、はい、1位だったら名誉が与えられます。そうしました。向こう1年間チャンピオンです。順番はドッキリと同じ順番でいきましょうか。わかりました。こっからいきます。はい、今回もルール説明は省きます。前回のドッキリ動画でね、話してるんで、そちら見てください。ほい、まっすぐ、せーの。これはめっちゃ楽なやつ出ました。楽僕が今までポージングした中で一番簡単だな。はぁ、ポーズしやすい。ポージングが楽。棒立ち、棒立ちだな、きっと。ピボンアニマ違います。はい、もう回答権あります。え、そんなルール、はい、残念でした。そんなルール、そんなルール。3秒まで、3、2、1。あ、小道具なしだ。え、気持ち悪い。でもアニマっぽいっすよね。アニマっぽい。足がまっすぐだったらアニマっぽい。何これ。表現が難くて、姿勢はこんな低くないんですけど、手はこうしたいんですよ。手が長いんだ。ヒントいこうか。ヒントですか、うん、属性、木属性です。いや、木か。これはナッツさんに当てていただきたい。ダイですよね。ダイですか。あ、これ答えたい、答えたい、答えたい、答えたい。他の人何ですか。ダイヤです。ダイヤ。いっちゃうの、答えちゃうの、他の人いなそうだから。ピンポン。ダメだ。正解。なるほど。これね、見ればダメ。あー、あー、チャレンジの硬いやつだ。そうそう、チャレンジの硬いやつ。そういうことか。5月の硬かったやつ、これかー。確かにこれパッと出てこない、ね、倒せなかったんだ。そう、めっちゃ硬いやつ。めっちゃ硬かったんだ。めっちゃ硬いやつ。イエーイ、本当にやるぜ。引いた。引いてないな、さては。あ、あげた。引いた。まさか踊り出す、踊り出す、まさか動いてるから、動いてるから出るのか。あ、あ、あ、棒だ。え、まさか、え、まさか、まさか、本当に。3秒前、3、2、1。わお。え、ちょ、めっちゃ簡単じゃん、ポーズ。え、顔すごい。えって、これ、いや、これあります。いや、これあるな。あれなんか表現してる。あれ多分右手。はいはい、なんかディルシリウス。正解。うわー、すげー。うわー、いや、すごいな。すげー、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 すごー、すげー。マジか。手、手、表情が違うんですよ、確か。光と闇で。あ、すげー。表情で読んだ。表情でこそ、確かに。俺ちょっとこの眠たくない表情を表現します。はい、3番手シゲシゲいきます。お願いします。下げてね。ちょっと帽子を1個借りていいですか。お、ヒントになっちゃうかもしれないんですけど、帽子4つあったら嬉しかったです。いや、ないよ、帽子4つないよ。モテなくない。そうそうそう。あ、なるほど。こっち向きのこれね、OK。 はい、3秒前、3、2、1。わお。あー、え、ピンポン。村田さん、ギャンブルメイジ。ギャンブルメイジって今出ます。ギャンブルメイジ出る。生に出る、生に出る、生に出る。これが4つありますね。あ、なんだ。ピンポン。はい、クリシャン。ブー。いやー、違う。回答権もうないぞ。めっちゃ言うたの人。はい、はい、ロキ。うわー、うわー、ちょっと見せて、見せて。びっくりした。ロキ、そんな。え、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 あー、すげー。そうか、ロキ。これでよくわかりますね。ロキ、ロキ、え、てか、ロキの進化前の。そう、進化前。進化前を。びっくりしちゃったって言われてるんだ。いきます、いきます。奇跡起こすんだろうな。しかロッキーが出るってことはね。そうですよね。確かにそういうこともあるんですよね。うん、まあイシスは今回、対象じゃないけど、ワンチャンね。そうですね、来るかもしれないですけど、道具はいりますか。そうですね、ちょっとこの、何
のキリンレモンでしょ。はい、大丈夫です。いくと3秒前3、2、1オン。結構大丈夫だな。絶対これが何なのか、この小道具が何なのかを、うん、絶対引いてるもん、一人一回は。いや、あと名前なんだ、あの内股だけだ。あと名前、俺はぬいぐるみです。はい、はい、はい、アスタロト。残念。ああ確かにね、アスタロトはダメだな。ぬいぐるみ座ってる感じは。じゃあいきますよ、大ヒント。属性いきますよ、もう廃止ですよ。闇です。闇、あれあれ、あ、ずっと光で考えてたの。いや、めっちゃサイカワとか言われてるたんじゃない。サイカワって言われた時期あるんじゃない。あ、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 あるですよね。はい、シゲシゲさん、レフティス。残念。あ、いや、あ、サイカワに引っ張られた。でも、属性は同じですもん。属性っていうか、もうそういうケースもと。じゃあ、大ヒントいきますよ。うん、大ヒントですよ。もう終わりですよ、ヒントの何も。今のポーズに加えて、もうこうなってます。これにさっきの闇ベルト、あ、ベルって言っちゃった。ベルス、ベルス。あ、いや、いいっす。ルミエル、正解。内股なんだ、進化前。めっちゃ難しかった。難しかった。これはだいぶ難しいですね。難しい。いきます。はい、お願いします。はい、しまーす。そうですね、闇が強いですね。多いですね、はい、闇が多い。もう引いてる。静かに引いた。めっちゃ見てる。いや、これは難しい。え、むずい。これは難しい。人じゃない、可能性あるからね。そうです。お、はい、お、3秒前3、2、1あー、え、女性たちじゃん。女性たちでしょ、女性たち。女性たち、女性たち、女性たち、女性コラボ。右手はどうなってるか分かんないです。右手がどうなってるか分からない。多分こうなってます。これだと人型だよ、もう人型なの完全に。おそらく分かんないっていうのは、この後ろとかに多分絵がいっぱいあるんじゃないですか。包まれちゃうじゃん、してないのに。その中の多分一部分のところだけ、ね、これは回答じゃないんですけど、ごちゃごちゃしてるって話だったとしたら、イザナギとかじゃないと思うんですよ、でしょ。あ、もう回答じゃない。いやいや、回答じゃないって言ったから。残念でした。回答じゃないって言ったから。残念でした。ワンチャン当てる。イザナギって言ったから。イザナギのどっか。イザナギでした。あ、そうだろ。ヒントもらいましょう。属性いきますか。はい、属性闇です。うわー、闇だ。闇で、あれ、闇で斜め。結構進化すると特徴が出て、あ、みんなやっぱ進化した方が知ってますね。そうですね、進化するとすごい目立ちます、ね、進化する、まさか、まさか進化、方針号って2つ進化がちゃう。新しい歴史。こっからこうなります。あ、あ、あ、はい、あ、はい、カストル。進化が出すんですよね。進化が分かんない。ほわー、進化が分かった。すごい悔しい、今分かったのに。しげさんすごい。え、すごいすごい。ちょっとこの時点で私残念ながら優勝がなくなってしまったんですけど、村さん頑張って。優勝がなくなってしまったんですが、この瞬間1位はダッチさんの2ポイントでしょ。追いかけるのは僕も2ポイントです。あ、同点。ここで正解したらまさか100ポイント。やった、やった。それで勝ちじゃん。わあ。これ大ヒントですよ。三国と星天の名流って書いてあるんですね。シリーズ今回のガチャね、ラインナップがね、みんな知ってますね、引いてるからね。うわー。引いてないのに、引いてないのにヒントになるかどうか分かんない。分かんない。違いが出るのに。それではマックスラインポージングまで3、2、1。あっ、ポケットに入れると剣だって剣使う、うん、使いたがる。あ、確かに剣なしでこの構えする。あ、ポケットから手出して腰に手当てた。剣持ってるんだったら使ってほしい、うん、剣持ってるんだったら使ってください。持ってないんだ。持ってないんだ。持ってないんだ。え、あ、
え、メガネ取ったそうなんですね、そこで別にね、メガネはメガネかなと言ってないですけど、メガネかな別にメガネ取ったって思ってないし進化後をちょっと見ましょうか。お、新しい、多分ですね、これ分かんないと思います。なるほど、なるほど、うん、いいですか。はい、3、2、1、あ、え、進化後全然違う。はい、どうぞ。あの、ツボネ、発明のツボネ。ブブ、あ、違った。最終進化系やってくださいよ。これ最終進化系、それ最終進化系、2個進化じゃ、1個か、1個しか進化しないと思う。1個進化、タイムアップ。うわ、悔しい。もう、じゃあタイムアップで普通に難問でしたね、うん、答えを言いましょう。はい、正解は、ヨーク。これはあるか。そっちの、そっちの方をやってほしかった。そっちの方も。あ、すごい。わかるか。もう一回引くよ、全然私。ガチャ引くの好きだから。参ります。よくだと思う。参ります。メガネ外したら面白い。参ります。参ります。今参りました。充填されました。あむ。ポコン。パー。お、あ、小道具だ。小道具だ。来たぞ。来た来た。トン。おー。結構多いからね。宣伝か。結構多いからね。宣伝かな。もう売ってない。もう売ってない。今更。もう売ってないんだ。結構多いからね、でも本持ってるキャラクター。それでは。マツのポージングまで3、2、1。あ、あれ思ってたのとちげえ。開いてるなんかのとも、ちげえ。あれ、じゃあ、いや、本じゃなくていい、本じゃない可能性があるわね。一瞬待ってください。え、逆だった。逆だった。笑ってるんですか。笑ってるんですか。笑ってる。また表示しちゃう。はい、レイシリウス。すげー、100ポイントだ。優勝レイシリウス。やっぱり、さっきの肌ちょっとだ。100ポイントだ。こっちか。さっきのね、さっきのね、やったからね、気持ちが分かる。やったから100ポイントだ。優勝したんだよ。以上、俺ぞ。じゃあマックスぐらいブライトの時は語ろう。あ、持ってる。自分で買いました。ありがとう。ありがとう。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。今回コラボしてくれたナッチさん、そしてミックス、概要欄にチャンネルのリンクがあります。ぜひそちらで見てください。ごめんなさい、他の動画見てください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。